スノーマン、佐久間大介、それスノ、で決死の、空中ブランコ、苦地チャレンジ。地上10メートルの高さでの一発勝負。柔軟体操をしながら演技に向けて準備する佐久間大介に、いつもの笑顔はない。6月16日放送の、それスノーマンにやらせてください、にて、人気企画、今のスノーマンの価値は。話題の職業でガチ査定。がオンエア、メンバーの佐久間大介が、サーカスの空中ブランコに挑戦することになり、その一場面が、それスノ。番組公式インスタグラムにて公開された。恐怖に打ち勝ち、地上10メートルの高さで一発勝負のパフォーマンスに挑まなければならない、佐久間大介。柔軟体操をしながら演技に向けて準備する佐久間に、いつもの笑顔はない。なお、最終的に、金額、で挑戦の内容が評価される本企画だが、佐久間の演技に驚きの査定額が。6月16日20時から放送の番組をぜひチェックしよう。